わかった。 ごちそうさまでした。 食いっぷりだったぜ。本当腹減ってたんだな。うん、やっぱり誰かと食べるのって楽しいね。そういや、いつも一人で食ってるって言ってたな。うん、うちお母さんしかいないんだけど、夜になるとお金を置いて行っちゃって。どこに行くか聞いてないのか。うん、そうか。 一緒に食べてくれてありがとね。
お安い御用だ。少しでも気が紛れたんだらよかったぜ。うん、楽しかった。また一緒に食べられたらな。あ、ごめんなさい、わがままだよね。気にしないで。飯を食うのはいつもここなのか。うん、お父さんがいた頃は。そっか、ならまたここに来て一緒に食おうぜ。俺でよければ。本当？やった！その代わり今日はそろそろ、うん、それじゃあまたね。ちげえよ。
待てよ。私の番ですね。来ねえ。やってみろ。ほら、来いよ。してみろ。やんないよ。まった、本気でやってやる。やむ。はぁ！
ありがとう。登るのやつそわそわしてんな。登る？お？登る、待たせてごめんね。あ、お母さん。うん、大丈夫だよ。はい、誕生日おめでとう。おお、これって谷山スポーツ用品店の袋から出していい？プレゼント。はい。寒いし中に入ろうか。今日は何でも好きなものを頼んでいいよ。何がいい？お母さんと一緒に食べられるなら僕。登る、ありがとう。いつも一人で寂しかったよね。ごめん。うん、寂しかったけどもう大丈夫。それに春日さん、誰なんだいそれは。中で話すよ。ハッピーバースデー、登る。